エンジェルオンホースバッグは牡蠣をベーコンで包んだ料理であり、オードブルなどで供される。パンの上に乗せカナッペとして出されることもある。一般的には、むき身の牡蠣にベーコンを巻きつけ、オーブンで焼いた料理である。エンジェルオンホースバッグには串、または用紙に刺して焼いたもの、揚げたものなどのバリエーションが存在する。串焼きやカナッペ、それに、添え物や調味料を使い様々な食べ方がある。 カキの代わりにフルーツを使用したデビルオンホースバックという別の料理もあるがエンジェルオンホースバックの別名と勘違いされることもあるエンジェルオンホースバックはカナッペまたはセーボリーとしてオードブルに出されるイングランドではセーボリーはデザートの後ワインを飲む前に口をスッキリさせるための塩味の効いた料理である火星関連の著作を多数執筆した コンスタンス・ピールが1905年に表したセイバース・シンプリファイドではエンジェル・オン・ホースバックをセイボリーとして紹介している。ナツメヤシをベーコンで包んだタイプのデビル・オン・ホースバックこの料理はデビル・オン・ホースバックと混同されがちである。後者は前者から派生した料理でフルーツ、通常はプルーン、またはナツメヤシを使用する。デビル・オン・ホースバックには改良が加えられ、 コニャックやアルマニャックにフルーツを漬け込むものが一般的である。マーサス・チュワートやマーティン・ブルーノスのような英米の料理人は2つの料理を別物として扱っている。フードライターのジョゲイとも別料理として扱っているが別名として使われることもあると述べている。シカゴ・トリビューンの1988年の記事では2つの料理は同じものとしており。 また料理研究家のジェームス・ベアードはハムを巻きつけたものがエンジェルでベーコンを巻いたらデビルになると主張している。起源については明らかになっていない。名称についてはフランス語のアンジュアシュバルに由来するが、カキと天使、ベーコンと馬の関係については何もわからない。書出はオックスフォード英語辞典などによれば1888年に刊行されたミセス・ビートン。 エスブックオブハウスホールドマネージメントであるという。オーストラリアの新聞にはエンジェル・ウィズ・エイビアードとして、この料理のことがレシピを含めて1882年の時点で記されている。アメリカ合衆国では1890年代の半ばから末あたりに登場する。1896年のニューヨーク・タイムズが最も初期のものであり、アペタイザーとして紹介されている。 ニューヨークタイムズによれば、ドイツ皇帝の料理人であったユルバン・デューボアが創作したとされる。ここでは、海塩ペッパーを眩しく仕焼きにするようになっている。レモンとパセリを付け合わせるが、トーストには乗せない。1930年代にピクニックのおすすめメニューとして挙げられ、1948年には、再度アペタイザーとされている。1950年代にシカゴトリビューニア、 ロサンゼルスタイムズなどアメリカの新聞で特集された。エンジェル・オン・ホースバックは1960年代にはワシントン DC において一定の知名度を得た。外交官、デイビッド・ブルースの妻、エヴァンジェリン・ブルースはワシントンの夜会を刷新し、ジョン・カイ・ケネディの在任中、この料理は定期的に出されてはいたが料理の名前そのものはまだ一般的ではなかった。ゴシップ誌のライター、 リズ・スミスのカキは生牡キだったこともあったし、ベーコンに包まれて焼かれていたこともある。ブルース夫人はこれをエンジェル・オン・ホースバックと呼んでいたという言葉からもそれが伺える。1980年代末、シカゴトリビウムは興味をそそる料理としており、この時点ではアメリカでは一般的でなかった。1990年代以降の出版物ではごちそう、または 神味として扱われた。1001フーズ2代法によれば、イギリスでは、カキは、庶民の食べ物であったが北米では、カキは、食材としての地位を向上させ、ご馳走として扱われたとある。ザディナーエスディ S ショナリーワードオリジン r オブフード＆ドリンクによるところでは、カキは高級品なのでカキの代わりにカクテルソーセージが、使われることもあるという。定番のレシピでは、剥いたカキを、 ベーコンで包み、オーブンで片面につき3分間焼く。1902年以前のレシピでは串刺しにした牡蠣とベーコンをバターで炒めるとある。トーストに乗せられて強される時もあるが、串焼きにした場合、串から直接食べることができる。エンジェルオンホースバッグの調理、盛り付けには様々な種類がある。フェンシュイフードの調理法ではベーコンを巻いた牡蠣に、 カクテル用のスティックを刺してあげ、ライムを絞るとなっている。ジョアンナ・プルエスの著書、シドスト・バイ・ベーコンには、ホットソースを使った、エンジェル・アンド・デビル、オン・ホースバックという料理が存在する。ザ・ウィザード・オブ・フード、S ・エンサイクロペディア・オブ・キッチン・アンド、クッキング・シークレッツの著者マイルズ・ベーダーは、トーストに乗せた、エンジェル・オン・ホースバックにレモンか、オランデーズソースをつけるとある。ベーコンの代わりに、 プロシュットを使ってイタリアン風にするものもある。ありがとうございます。